まずは舞台に慣れさせてあげようと、自分の好きなお芝居を自由にやっていいと言ったのです。すると直哉は驚くほど長いセリフを喋り出しました。七之助さん、思わず相手役を演じます。そんなら運命を。全部言えるのすごいね。